完成。はい、ということで、やっていきたいと思います。ホストのうずらです。ヤマトです。はい、ということで、うずらと、今日のゲストはヤマトさんです。よろしくお願いよろししくお願いします。番宣は番宣なので、番宣していきたいと思います。僕は、ピチパーなので、PHP のお仕事を募集しております。NDA 締結大好き言い方ってものがあるな。ああ、危ない危ない危ない。はい、ということで、同様にと言ったらおかしいですけれども、はい、大和さんも何か番宣。はい、大和です。よろしくお願いします。来年の1月12日13日に行われる PHP カンファレンス北海道2024の実行委員長やっていて、今ですね、スポンサーの募集が始まって、スポンサーの企業の方お待ちしておりますので、もしご興味のある方、PHP カンファレンス北海道のホームページに行って、ホームページじゃないな、フォルテのページかな、からちょっとスポンサーの資料請求とか、スポンサーの申し込みをしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、本編が終わりました。本編終わりましたね。はい、スポンサー来てくれればもう僕はもう大満足なんで。そうですね、普通に北海道プロポーザルを出したんでね、はい、2つ確かいただいてます、ね、そうですね、はい、確か、どっちでももちろん良いですが、まあ、どちらかといえば反骨心がある方が通ってほしいなというのがすごいどっちだどっちだ、反骨心、反骨心2個目の1個目が反骨心のある方ですよ。1個目か、1個目、はい、あ、何だったっけ、1個目が、1個目はこう世間から糾弾されるんではないかというようなことを書いてあったようなあれ、そんな過激なこと書いてましたっけ。例外は投げない、例外は投げない、あー、そうだそうだ、例外を投げない系の話を一本入れてた気がしますね、はい、僕は。二本目がフレームワーク、だったっけ。なんか二本目は割となんかのんびりと出したのであんまり記憶がないんですけど、まあそうですよね、なんかそんな感じのような感じのものでしたね。はい、あの二本目の時って締め切りギリギリで、そうですね、すっごい勢いでプロポーザルマット書いてマジですごい勢いで、本当に最終的に100いったかな、確か100件ほど LT とセッションの方にそれぞれで合計いただいてて、本当に皆さんありがとうございますというところで。そうですね、いやまあこれは番宣なんで誰かを批判するわけではないんだけど、みんなさっさと出そうな、はい、はい、マジでみんな大丈夫、これみんなもしかして東京のペチコンあるからみんな資料作ってて、これプロポーザル応募できないんじゃないのとか、めっちゃヒヤヒヤしながら締め切りの日とか見てましたね。うん、これ全然来ないじゃん、やばいなと思って、みんなやばいな、で宣伝足りんかったかなみたいな。いやマジでそういう気分になりますよね。いやもうヒヤヒヤ、運営側の人間なんで、結構なんていうの、プロポーザルがたまるかたまらんか、まあ、そういうのをこうすごく気にしながら生きていく、その日々は辛い、よくわかります。いやまあ福岡の時みたいに鬼のように来たらそれはそれで大変だなと思ったんですよ。まあね、あれ確か200とか来てたはずなんで、うん、で今回札幌って、札幌っていうか北海道の、やつは札幌でやるんですけど、トラック1個しか一応2日間前夜祭と当日って2日間あるんですけど、トラック1個しかないんで、多分本数は福岡よりも絶対少ない。まあそうですね、最多コースはそれはそう少なくなっちゃうので、でまあ、一応それできる限り多く取れるようにとか、今タイムテーブルというか本数の考えたりはしてるんですけど、だから200とか来たら多分もう倍率とんでもないことに多分なっちゃうんで、そんなに来たら困るなと思ってたんですけど、なんかいざ開けたらあれなんか全然増えないなみたいな。まあいざ開けたらっていうか、でも最終的にはほら開けたら、まあまあそうですね、そうですね、ちゃんと締め切りを、だから締め切りの前日とかなんか3日前ぐらい、僕めちゃめちゃ公式アカウントからツイートして、ツイートって言わないのか、今ポストか、ポストして、自分でリツイートしたりとか、皆さんにリツイートじゃない、リポストしていただいて、
もう締め切りだよってみんな早くって、早く早く俺の心を安心させてくれと思って。まあ難しいよね、うん、いやそうな、いやでも出す側の気持ちにもなったことあるんで正直わかるんですよ、ギリギリまで出さないっていうのは。まあね、あの気は熟したみたいなことをやっぱり思いたいのはわかる。まあわかる、わかる、わからんではない。そう、ただ今回その受ける側をやったことで、あの次出るときはあの早めに出そうと僕はもう運営側をしてしまったので、ちゃんと早めに出そうって思いましたね。まあいい話だな。あのあれなんて言うんだろうな、ギリギリの1時間前とかに、うん、うわーどうしようってネタを考えながら、うわって書いて、うん、それでなんか見ていてもらうんじゃなくて、ちゃんとネタを考えて自分の中でレビューして、 で、まあ、期間あるんだったら、まあ、その中間ぐらいのポイント、そうですね、か3分の1、最後の3分の1に差し掛かったくらいではもう出して、あのもう落ち着いて、もうなんなら、あ、みんなこんなの応募してくるのねって、なんか落ち着いて見てられるように思うんですけど、はい、あの後で出すって、はい、実はね、あのネタが被る可能性があるので、あ、結構そうですね、あの微妙だと思うんですよね。うん、そうそうそう、まあ、割と早めに出した方がネタかぶりしないんで、いやそう、絶対その方がいい、絶対いいと思うんですけどね僕は、うん、まあそうですね、まあ、あとなんか人のプロポーザルとかをいろいろ見て、そこから着想を得てなんかまた違う軸のプロポーザルを出す人ももしかしたらいるのかなとは思ってはいるけど、いやそんな、そんな高尚な人間おらんまあまあごめん、あの別にあのプロポーザルを出す人に対して文句を言ってるわけでは全くないんですけど、いや文句を言ってるな、まあ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 、まあ、あの文句というか、まあ、そうだけど、あのお気持ちをもうちょっと、ね、もうちょっとだけ早めに、そうだ、ね、締め切り直前って頭回るんだよな、わかるな、まあ、まあまあいいですよこんなのでね、あのカンファレンス運営側というか、うん、あの愚痴ではないが、よくある、あるあるネタなんだよこれは、うん、多分これを皆さんやったんだろうだって今回、ね、あの感じたんで、そうだね、あの年を取ると健康の話が増えるのと同時にあの運営側に回るとトープの応募が最終日にならないと来ねえっていう定番のネタがあって、もうみんなそれは聞き飽きてるっていう、いやそのネタでしたね、本当に最終日すごかった、ずっとあのディスコードであのフォルテのプロポータル投稿されると通知が来るんですけど、もうポン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 っていう、いや素晴らしいですね、すごかった。であのまあ一応締め切ろうって最初思ったんですけど、いやでもなんか、まあ、締め切り効果を得たから、まあ半日ぐらいロスタイム作るかと思ってロスタイム作ってやったら、うん、夜中のうちに6本ぐらい増えてて、おおってやったんだけど、最終的に102本だったかな、100は超えたはずですね、おお確か、まあとにかく無事採択頑張んないといけない世界観になりましたね。あのこれから自分たちで一人一人であの見て、あの点数というかその投票をやって、うん、で、まあ、9月の下旬に採択会議をスタッフで行って、まあ、採択する投稿を決めるというような流れになっていってますね。お疲れ様でございます。なんか一応なんか一つのトークあたり2分見たとしても3時間以上かかるんで、単純計算でなかなか大変だなとは思って、まあ2分見るなんて無理ですよ、うん、もう割となんだろう、バーってやっていくしかないですよ、そんな感じなんですか。いや、うん、そのなんて言うんだろう、採択側になったことがなかった、僕はないので、あのスタッフの中にはもうベテランいっぱいいるので大丈夫なんですけど、僕がやったことないので、え、何分かけるのこれ1本あたりみたいな、みんなすごい書いてきてくれてるからちゃんと読みたいしなと思って、まあ1本何分で数えたことはないですけど、はい、僕はあの何だろう、まあ100本以上、200本とか、はいはいはい、であのまあ休日とかでよし夜やるかって言って、はい、まあ寝る前には終わってるので、まあ、そんなすげえやべえ時間かかるようなことはないと思うんですけどね、うん、そんなもんなんだ、うん、多分ね、うん、人によると思います、まあ、人によると思いますね、なんかじっくり読むタイプの人と
まあ、なんていうんだろうな、単語拾って、おこれ良さそうみたいな考え方をする人も、まあ多分それはスタッフ一人一人で多分違う考え方持ってるでしょうから。そうですね、まあ、そういうのが、まあ、ちゃんと決まってればっていうと言い方変ですけど、まあやられてるなら問題ないんじゃないですかね、うん、まあいいですよ、そんな裏話は多分みんな知ってるだろうからなんかこう北海道の1月の12、13だったっけ、はい、そうです、どういう装備をしていかないといけないんですか装備か、いや1月って雪はもう少なくとも降っていて、多分寝雪、まあ、あの道がもう真っ白になっていると思うんですけど、今回の会場ってあの札幌って結構あの地下道が、まあそうっすね、あって札幌駅から、大通駅、すすきのまで縦にもう2駅地下道があって、はいはいはい、で地下道もちょっと横にブランチがポコポコと生えてるんですよ。で今回、会場になったところも一応ちょっと迷路っぽくなってるんですけど、地下道でつながっているところ、あそうなんだ、そうなので、あマイク引っかかっちゃった、地下道なので、うん、道さえ間違えなければ雪を踏まずに新千歳空港から JR に乗って札幌駅に着いて、で札幌駅から地下に潜っていくと実は雪一切歩かずにマジでつけるんですよ。へえ、そうなのでホテルをその地下道というかその地下からすぐのところ、多分直結はないか、あってもすごい高いと思うんであれなんですけど、近いところに取ってさえしまえば、うん、あの実は雪全然踏まなくていける。すげえな。ただすすきのに飯食いに行くとかそういうことをすると、まああっという間に雪道を歩くみたいな。すぎのに飯食いに行くでしょうね。まあ行くでしょうね。まあ飯食いに行くというか、まあ、飲みに行く。うん、まあそれ、まあでもそれでも。多分北海道の人とかしか知らないと思うんですけど、ロードヒーティングっていう便利なものがあって、あの道路があったかいんですよ。で雪溶けてくんですね、凍らないで、はいはいはい、があるので結構その札幌の中央区、その中心街だと、はいはいはい、なので意外と靴は、いやでもスニーカーで OK とは言えねえな、人による回答ですよね、うん、ちょっと、まあ、僕はクロックスで行ってる人間は知ってますけど、クロックスはダメ、あの滑るとかじゃない、凍傷になる、知ってるっていうだけで僕はやりたいと思わない、うん、そうだな。でもそれのためになんか、あの前、僕何年前か忘れましたけど、はい、北海道に初めて行ったのか2回目ぐらいに行ったのか分かんないけど、はいはいはい、まあ、散々脅されましてブーツ、スノーブーツで行けと。スノーブーツ、それはやりすぎな、どこ行くのにそんな装備で、そんなもんなのみたいな、いやこっちも分かんないからさ、うん、まあまあそうですよね、うん、蓋開けてみたら、あのもう確かにあの雪は積もってて、で、うん、札幌も反対側って結構オフィスがある方、結構なんか雪、そういう繁華街じゃない感じ、あの札幌駅の北側かなですかね、うん、あの北大方面とかですか、ね、分かんないですけど、うん、そっちは確かにあのそれなりの靴履いてないとおっかねえなっていう感じはしましたけど、まあなんか下側の方といったら何、うん、南側のあの札幌駅から大通公園とかの方に行く方ですよね。あっちはもう本当なんかスニーカーでもいいんじゃねえかな、まあ、うん、あれですね、新雪降った直後じゃなければ踏み固められてる雪とかだったら、いやまあちょっと滑るっちゃ滑るからな、スニーカーだと、まあ、なんかスニーカーの底について談議するの難しいところがあるな、うん、まあ、とりあえずね、あのなんだろう、あの僕はなんか散々人に落とされてスノーブーツは買わされ、うん、あのスパイクもどきは買わされ、うんうん、でも蓋を開けてみたら別にスニーカーでいいじゃんっていう感じになりましたので、さすがにスノーブーツはいらない、僕はもうスニーカーでいきます、うん、まあスニーカーでもまあ頑張れなくは、別にスニーカーでいいなって、別に走りはないしこっちは、いやまあまあそうですね、推奨はしないけど、まあ別に生きてはいける、別にね、あの僕そんななんかすすきのの方なんて逆にですよ、逆にすすきのの方って人がクソ歩くからマジ雪ない、うん、いやまあないですよね、うん、すすきのの方はマジでこう
気合い入れてみんな雪解けをしている。はい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 、はい、なので除雪をしているので、まあいらんなという気分になりましたね。あ、確かに、うん、まあなくても全然生きてはいける。住宅地の方って言ったらおかしいのかな、なんかあっちの方ちょっと行った時には、あ、確かにこれはスニーカーで無理っていう気分になったのは事実 で、ね、雪固められて、いわゆるなんて言うんだろうな、もうアイスバーンみたいになっちゃうんですよね。そうですね、うん、でそれになるともう多分全然歩けないというか滑っても進めない。はい、ということでこれを靴の答えが出ましたね、はい、皆さん、まあヘンテコリンなブーツとか買う必要性はないですよ。ただそうね、コンバースぐらいだフラットだと滑る可能性があるんで、ちょっとぐらいはデコボコした靴がよろしいんじゃないですかね、うん、ということで、はい、あと最悪コンビニとか行くとなんかこうやってつけるスパイクみたいなやつが売ってます。あ、うん、なんか売ってます、そういうのは、うん、売ってますね。あとなんだろうな、気をつけるのはあれかな、横断歩道の白いところは危ないとかそういう話ですかね。まあそこら辺はね、はっきり言って皆さん慣れていただくしかないと思うので、うん、知るところ、ここで行ったところで多分できないと思う。いやー、今季節はね、9月なんでね、まだまだ暑いでございますが、そうですね、いやー、冬の話をする、温度はどれぐらいですか。温度 は、まあ、まだプラス いかないかな。1月はちょっと寒いっちゃ寒いんですけど、本番はどっちかっていうと2月なんですよ、寒いも雪も。これがね、一応北海道民の人には、はい、これ説明が難しいんですけど、はい、こう最高気温が要は0度を超えないってことですよね。さようでございます。だからこう そういうふうに説明してこれを見ていただいている方はおそらく本州、まあ正直関東から西ですよ、うんうん、の人は多いと思うんで、0度って別に身近だなって思ってますけど、そうではない、最高が0度を下回ってるのであり、うん、最低は何度ぐらい、最低マイナスでも1月だったらマイナス9もいかないんじゃないかな。マイナス9ぐらいだから普通、うん、割と普通ですね。まあ寒いけど、まあちょっと着込めば、あれです、ユニクロのウルトラライトダウンとか、あれ優秀なんで、マジであれは買った方がいい、うん、マジで、あれはマジで優秀ですね。今年、去年僕も普通にそれ着て生活してました。まあとりあえずね、なので、まあ、そこそこの防寒装備というものを、まあ、着ていけばいいんじゃないかっていうか、まあ、足りないと思ったらユニクロに駆け込めばいいんじゃないかということで、新千歳空港にもユニクロあるんで、やべ足りなかったってなったら新千歳空港降りてユニクロに寄っていただければそこでもう買えますから。いやー、まあまあそういうのでね、行ければ簡単に行ければいいな。そうですね。まあ新千歳空港、まあ新千歳空港から電車とバスで行ったことはあるんだが、はい、なんか電車で行くべきなんだが、電車はなんかややこしかった記憶があるしかない。いや、電車シンプルですよ。エアポート快速っていうのがあって、それに乗ったらもう札幌駅着くんで、逆にそれ以外ない。なんか間違えたのかな、これかな。南千歳とかで間違えて乗り換えをしようとしたらなんか間違える可能性はあるな。1個隣の駅があるんですけど、南千歳っていう。なるほど。多分駅で乗って座ったら多分札幌に行かないやつないと思うんですよね。すごい。うん、なんか俺が駅の中で、ね、迷ったような記憶が若干ある。多分、うん、JR 乗れば止まる駅の数が違うのはあるんですよ。種別があるんで多少なんですけど多分札幌に着かないやつはない。だそうです。皆さん、安心して新千歳空港に着陸ができれば勝ちという話は聞きました。そうですね、着陸ができれば勝ちですね。新千歳空港、まあよめったにないけどごく稀に全く降りられない。そうですね、素晴らしい天気の日があるので、除雪が間に合わずみんな降りられず羽田空港にみんな帰ってくみたいな。羽田に帰ってくの嫌だな、うん、成田ならまだまあ一泊するかって気分になるけど、羽田ってともう一回家に帰るかって気分になるな。まあ全然帰れちゃいますね。嫌だな、まあそこはまあちょっとネック
ックじゃネックだけど、まあぶっちゃけどの季節でも、まあ台風とか来たら同じようなことになるし、うん、雪もまあ雪の方がなんなら万全の対策されてるから大丈夫だとは思いますけど。確かに。まあでもとりあえずですね、あの皆さん頑張って北海道で会おうなというところでございますよ、うん、皆さんが来ていただけるの本当に楽しみに、楽しみにというかあの心からお待ちしているので、あのやっぱそこからあれじゃないですか、6個つなが、6個6個って言ったら怒られるんだ、5個だ、1,2,3,4,5 って5月まで毎年、はいはい、あ毎年じゃない毎月あの続いてるで、まあその一発目なのでやっぱそこで盛り上げて後ろもどん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 盛り上がっていったらいいなって、まあこれは後からついてきた話ですけど。そうですね、だから皆さんあれですよ、あのまあ登壇者の方がね、あのそう置いてスタッフがそう置いて企業そう置いてってなるんですけど、まあ観客というか、まあ、普通の聴講者というか、うん、あのまあまあカンファレンスは聴講者とかって言い方したくないんで、参加者、まあそうですね、参加者ですね、うん、参加者として参加していただくっていうのをね、うん、あのぜひともしていただきたいなって僕は思うわけでございますよ。札幌のエンジニアも来てくれると思うので、まあその地方のエンジニアと関東の、まあ、関東以外の方もいると思いますけど、とやっぱ交流とかしてほしいなっていうのも思っているので、やっぱなんだかんだ地方にいる人が関東に行ってカンファレンス行くのって多分、まあ、僕は普通に行ってたんですけど札幌住んでた時も、あのやっぱ特殊だと思うんですよ。まあね、うん、高いし高いし、そう飛行機でだって3万4万飛んで、ホテル3泊もしたらそれで3万飛ぶから1回行っただけで6、7万飛んじゃうんで。確かに間違いねえな。そうなんで、ご家庭があったらやっぱ大変だとか、やっぱ仕事できるなら別ですけど、あの趣味なんで。まあね、まあでもとりあえずそういうのも含めてね、ああそう、そういう意味でそれで聞くの忘れてた、はい、で1月の北海道は、はい、まあ PHP カンファレンスに行きますよ、はい、で行って、僕は、札幌といえば、はい、まあ、大体僕は 駅のあの駅ビルの一番上にある回転寿司に行くぐらいしか楽しみないんですけど、駅ビルの一番上にあるのは根室花丸かな、うん、あそこに行くぐらいしか僕はなくて、うん、あの、はい、あそこに行って終わるっていうのが基本的に僕の毎回の札幌ルートなんですよ、はい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 、でまあなんでかっていうと僕はあんまりそんなに観光する人間ではないっていうのがまずあって、あでそれはちょっと横に置いといて、あの多分でも観光する人もいるでしょう。まあそうですね、うん、なんかないですか、1月なんか札幌から行くべきところは何かありますか、それともむしろないので無限に酒を飲んだりした方が良いでしょうか。いやまあこればっかりはその人次第なんですけど、結構あの参加したいって言ってくれた方の中には、うん、スキーとかスノボに行きたいって言ってくれてる人もいて、はははなのでそれに行ってで PHP カンファレンス行くみたいなっていう方もいらっしゃるので、そのウィンタースポーツを好きな人はあの札幌というか北海道のパウダースノーを堪能するのがいいんじゃないかなとは思っていて、それはマジガチ勢じゃないですか。もうだって前後に3日ぐらい撮ってるじゃないですか。あ、そうですね、うん、あのもう全力で楽しむつもりの人だと思いますけど、で普通になんか PHP カンファレンスの前後ぐらいだとあの北海道って大きいので、そうですね、あの、うん、札幌で考えるしかない、あんま行けるところないので、行けて札幌市内か頑張って小樽行けるか、小樽、まあまあ小樽は JR で行けるんで、うん、で、まあ、何とか行けるんですけど、うん、いやでも小樽って限界な気がするな。小樽は無理があるとあろうかと思われますが小樽、うん、運が雪降ってる小樽運が、小樽は行って帰ってて終わってしまう気がする、まあ、そうですね、うん、早朝出てとかやんないといけないんで、まあ、札幌市内で雪やる、いやだから一泊前泊、まあ、前乗りする、はい、あの前夜祭、ああありますね、前夜祭長公式なんですよね、あ公式で前夜祭です、公式前夜祭があるんで、まあ、前夜祭が、まあ、17時ぐらいかなんだと思うんですけど、17時からあって翌日があってっていう、はい、まあ要は2 days なわけですよね。そうですね、でってことはまあ人によっては、まあ、その前の日、前あの前日の前の日に来て、まあ、要は大体そういう人って着くのは10、
まあ午後でしょうから、うん、まあ2時とかそれぐらい、まあ、2時とか15時とかだと思うんですよ。でこうじゃあ札幌に移動するって考えて、うんうんうん、さて何かあるみたいなところは、札幌でだもんな、まあ飯を食うしか思いつかないな。じゃあ皆さん飯を食う、これです。寿司ですよ、寿司。まあ寿司ですね。あの正直あの札幌の寿司なり、はい、海鮮丼なり の事情って複雑回帰だと思うんですけど、まあそうですね、観光客向けのエリアがあれば、そうそうそう、いわゆる市民が来るような、そうそうそう、観光の人も来るけど市民も来るみたいな、そう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 。それで言うと僕が推しはトリトンっていうお寿司屋さんなんですけど、はいはい、まあ、実は東京にもあるんですけど2店舗ぐらい。おまあでも違うんでしょう。違いますね、うん、なんかネタの、まあ、鮮度はもちろんいい鮮度なのは東京もこっちもあの他でも一緒なんですけど、なんかちょっとなんていうんだろう、ネタのサイズ感。ああそうですね、サイズ感違いますね、うん、うん、なんか皿にべったりついてるんですよ、もうネタが。べったりついてる、長いんですよネタが、はいはいはい、でシャリを超えてこうベタってついてる。言いたいことは分かります。うん、でやっぱそれをあの北海道で見るとみんなやっぱ えすげえみたいな、結構友達とかでも言いたいことは分かるな。うん、まあ、それもおすすめかな、お寿司。じゃあそのトリトンっていうところで僕がおすすめするのはあの JR の駅、根室花丸駅弁のその上のところのやつですね。こいつでも混むんでね。あそこめっちゃ混みますね。あの最近札幌駅のちょっと南にあるところに新しいビルができて、そこにもできたんですよ花丸が。ほう、まあ、もそこも結構混んでる。まあ、混むってことは人気があるってことですね。そうですね、うん、あのなんか朝前いつだったかな、雪祭り、雪祭りの時とかに朝開店と同時に行ってもなんか40組待ちとかってなんか整理券の番号に書いてある。それはあれじゃないの、雪祭りの日に行くのが悪いのでは。まあそれは正しい、まあ、雪祭りにちょっと知人が来てたので来るかって言って近場に行ったらとんでもないことになってた。そうなんですよね、うん、駅にあるから楽なんですよね。そう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 、うん、なんで駅から離れているところ、ちょっと移動していかないといけないところの方が、まあ、あのポイントかなと思っていて、あのいつあったかな、あれ去年の2月ぐらいに友達が来てて、まあ、その友達が本当に一人であちこちフラフラしてたんですけど、あの大通駅からちょっと西に行ったところに丸山公園っていう駅があるんですけど、はいはい、そこの近くにもトリトンがあって、丸山公園店だったかな、そこはすんなり入れた。その比較的旅行の人がいる中でもおって言ってたんで、やっぱその店舗、行きやすい店舗はまあ当然のようにみんな来るんで、あ皆さんもうこれを聞いてね、寿司しかねえのかと。あいやちょっと僕が寿司好きなんで、あのまあ僕もそうですね、うん、僕もそうなんで、まあまあこういう感じなんで、とりあえずあの本職、はい、本職が言うことですから間違いないということで、まあ一泊程度あるいは、はい、あの後泊程度 の、はい、あの覚悟であれば、あのなんかうまいものを食いに行くぐらいが、まあ、一番こうコスパいいぞと。で、ね、うまいものに興味がないんだったらあんまりこうきちきちに前泊とか詰めないで、なんか当日来てちゃんと終わった後帰るみたいなこともまあいいんじゃないでしょうかと。多分札幌で旅行ってなるとやっぱり一泊とか二泊だと全然足りないですよ。そうですね、やっぱりあのそうです、ね、札幌から富良野行きましょうとか、なんかたまにあるじゃないですか。行けるかよ、まあ、うん、あの全部回りますみたいな、これ3泊4日でやりますみたいな。行けるかよ、そんなのあれだろう、なんか俺一度だけなんかそういう近いことさせられそうになったけど、なんかどこだったかな、どこ出身だかって鹿児島だか沖縄だか、はいはいはい、奄美だか忘れたけど、出身のやつがちょ相談なんだけど、はい、まあ、僕はアニメが好きだと、はい、聖地巡礼がしたいと。あーゴールデンカムイかな、分かんない。あいやいや、あの関東の話でね、関東で、はい、あの この作品の聖地巡礼をするんだって言ってて、うんうん、まあ、どう見てもね、あの大洗っていうあの戦車のあれから始まって、はい、あの江ノ島かな、茅ヶ崎まで行くって書いてあって、おうお前
何を使って どの公共交通機関を使うか、車はあるのかみたいな感じになってしまって、車ってなんだみたいな顔になっていて、いやそれは無謀だからやめた方がいいんじゃないかみたいな話をこう乗り換えがやばいっていう、乗り換えやばいですよね多分ね、無理だと思うんだよね、うん、1日で回るみたいな乗りのこと言ってて、車であればなんか人間捨てればできるような気がしないでもないが、公共交通機関では無理だと思うぞみたいな話を、なんか技術的には可能ですみたいな世界観な気がそうですね、するな、路線図上はできますけど、そうですね、大変よみたいな、降りることはできない気がします、うん、まあそういうさまざまなね、万難ではないな、まあそういうような変な強い変な期待をせずと言ったらおかしいですけれども、うん、Take it easy で、まあ、PHP カンファレンスは北海道ぜひとも来ていただきたいという番宣になっちゃいましたね、いいものいろいろ、はい、僕もPHP カンファレンス北海道に行くための旅費を稼がなきゃいけないので、PHP のお仕事をお待ちしております。スポンサーお待ちしてます。はい、ということで、今回の番宣は以上となります。ホストのうずらと、ゲストの大和さんでした。ではまた次回、バイバイ。